ということでして、ちょっと陳さん、こちらのコーナーにお付き合いいただきとうございます。はい。なんでもランキング、初見でドン来た。もう大好き。あ、ありがとうございます。もう山里さんが読まれへんくなって笑ってる時、もう私もよ、って笑って。いや、これ本当に初見なの、ほら。ね。これ陳さん目の前にあるけど。こうやって、ラジオネーム以外は紙で隠されてくるの。あ、すごい。これいくよ。まあ、これね、リスナーの皆さん説明いたしますと、こちら、はい、リスナーが考えたいろんな人や物についてのランキングを送ってもらうコーナーでございます。うん、そしてこのコーナーは、ネタはタイトル通り、私、山里も初見、うん、本番で初めて見るもんでございます。うん、そう、陳さんもね、聞いてくださってるんです。はい。じゃあ、早速ランキングいきたいと思います。はい。ラジオネーム、鈴木さん。うん、新作スマホゲーム。あ、新作、あ、これ、タイトルここなんだよ。新作スマホゲー、有名人制服コレクションの CM で、今なら激レア全員もらえると歌ってる激レアの内容ランキング。第3位。学ランの千葉雄大。おー、激レア、なんか女子喜びそう。第2位。警備員スタイルの暴れる君。うん。第1位。パジャマ姿の石場茂。いやいや、ちょっと、それもこれ、激レア、いらなくない？どれ、これ、ちいさん、どれか一つもらえるよ。いや、やっぱ、千葉雄大くんはもう、そら、女子はね、ちょうどのとこやなと思って、今、聞いてましたけど。うん、でも、それを、はるかに上行くのが、パジャマ姿の石場茂さんね。うん。やっぱね、急に夜起こされたのかな、うん、国防の問題で。ふうなんてこう目こすりながら食うやつ。かわいいっぽいもんね。うん。ねえ、東野幸治さん。ストライプだな、パジャマはな。ストライプ、絶対ストライプよ、ね、あれは。ね、水色でね。水、わかんない。ストライプで、あの潜水艦がいっぱい書いてある。軍艦とか、好きだから。ね、太くて細い線が立ててね、入ってるやつ。それだね、うん。うん。ラジオネーム、とどめさすん。あ、アイコの、新曲っぽいタイトルランキング。うわー第3位、うん、ひっかき傷。ありそう。第2位、ドロンコ。やんちゃやな。やんちゃの、やんちゃの、やんちゃの歌書いたね。やんちゃ。第1位、90分1万円。なんやろ。なんでやねん。高いんか安いんかも分かれへん。どういうことや。安いね。安いんや。うん、いや。おい、とどめさすは、アイコの曲を聞いたことが、3位、3位2位まではなんか納得いったでしょ？まあまあまあ、あるかな。で、ドロンコはちょっと万博すぎるか。万博やけど、でも、ね、うん、もう、そういう、こう、恋愛、ね、ドロンコになるまで、みたいな。これ無理があったね。どういうこと？無理が、なんでもない。ドロンコになるまでの恋愛。なんでもない。え？どうしよう？掘るなって顔してるけど、掘ってみようかしら。いや、でも俺ね、チンさんだったらこの90分1万円でも、すげえ泣ける歌になったりとかする気がするわ。じゃあ、でもそう、あれですね。私はお店側の歌を作ると思いますよ。そうね。あ、はい、お店、お店側ってのは女性の。行く側の、はい。あ、なるほど、なるほど、うん。そっち側の気持ちで書くと。うん、そう。なる、あ。愛子です。ずっと、カブトムシの幼虫だと思っていた、思っていて育てていたのに、成虫になったら、さだまさしでした。虹です。嘘。ほんまか。ちょっと急にな。ありがとうございました。ね、ラジオネーム、メガネ玉手箱。ありがとうございます。ほんと。そうなの？さだまさしさんだったんだ。いやね、さだまさしさんだったとしたら、昔さだまさしさんは幼虫の時期があることになるからね。幼虫だからね。うん、うん、ずっと、ずっとあの形でしょ、多分。さだまさしさんは。うん。ね、はい。え、なんか今急に例出てこなかった。大丈夫。あれあれよかった。うん、違います。さだまさしさんはね、最初ダスキンの隙間から出てきますからね、前で。そうなんですよ。うん、ありえるみたいな顔色に。さあ、いきますよ。はい。まだ、ランキングいきましょう。ラジオネーム、トムヤムクンヌードル、うん。スマブラに出てきたら、スマッシュブラザーズですね。うん、大人気ゲームですよ、うん。スマブラに出てきたら、初心者が使っても強そうな有名人ランキング。第3位。ドナルド・トランプ。ああ、アメリカね、大統領候補。うん、ね、うん。第2位。ヒラリー・クリントン。うん、第1位、
アパホテル社長。いや、ちょっと、いや、今ね、俺の目の前でですね、アパホテル社長がやりそうなポーズをずっと愛子さんがやってるんだけど、そう、髪の毛ちょっとね、持って金ぶりのやつね。いや、アパホテル社長、どんな攻撃パターンがあるんだろう。ほんまやら。あれちゃう？こう、すごい唾の、帽子。すごい、あれを帽子をシャッて投げる。投げる。シャ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 ッって。で、ヒラリー・クリントンが首をチュンって切って。チュンって。ああ、これはあるなぁ。ドナルド・トランプはね、いろんな暴言とか入ってとか。ね、スマブラでこいつらって言ってたんだよ。この方々が呼ぶかどうか。さあ、行きましょう。ラジオネーム、ハードナッツ。うん。2チャンネルで。うん、これ、張本勲が立てたスレッドじゃね？と疑ってしまうような、スレたいランキング、ベスト3。第3位。メダリストのガッツポーズ批判したら、世間から袋叩きされたんご。第2位。唐橋由美とかいう40代なのに即ハボの女。ひどいよ、張本さん。第1位。白髪染め失敗した関口宏の最新画像が草深ひ。これバレるね。やばい。これ張本さんだよ。勝つだね。これ全部勝つです。これダメだね。うん、メダリストのガッツポーズ批判したら世間から服の叩きされたんご。面白かったな今のも。ラジオネーム2012。大谷翔平投手が投げた剛速球をスーパースローカメラでよーく見るとボールにミニサイズの島崎和歌子が乗っていた場合。何の場合？どういうこと？スピード表示のところに数字の代わりに表示される言葉ランキング。第3位。全員スタンドアップ。てれん。そう。第2位、レディーゴー。てれん。第1位、すごく早いのよって。いや、説明ね、すごい、ね、口頭で説明してくれてるのかな。すごく早いのよ。すごく早いの。お姉のお友達が多いから、口調もこういう感じになるのかな。わっこ姉さんは。すごいよね。このコーナー、みんなすごいと思う。まだいける。ラジオネーム、田中福郎。突然降ってきた雨でびしょ濡れのさだまさしが、やっとの思いで暗黒武術界から帰宅し、仲間を一人失った悲しみをこらえて、とりあえず自宅のテレビをつけてみたら、映っている谷原章介が言っていることランキング。もう一回行きますよ、陳さんね。うん、突然降ってきた雨でびしょ濡れのさだまさしが、やっとの思いで暗黒武術界から帰宅し。暗黒武術界でしょ？悠々白書でね、ありましたね。そのま、ね、優勝したものはその魔界をその年は滑ることができる。暗黒武術界から帰宅し、仲間を一人失った悲しみをこらえて、とりあえず自宅のテレビをつけてみたら映っている谷原章介が言っていることランキング、第3位。王様のブランチ、司会の谷原章介です。ちょっと昼前、お昼前帰ってきたね。うん、お昼前だね、王様ブランチがね。第2位。君たち、やっぱりプロミスだ。CM のタイミングだったんだね。ね、プロミス、ね、その時だったね。第1位。赤の方、何番。いや、これ、日曜だったんだね。アタック25の時に帰ってきた。うん、これさ、暗黒武術界関係なくない？関係ない。あ、でもわかんないよ、そのさ。何だってほら、暗黒武術界でさ、大事な仲間は死んだんだよ、一人。うん。ね。あ、そっか。でも、すっごい辛いんだよ、さだまさしさん。うん。ね。
でも、もう、さだまさしさんが、ほんまにそうやったみたいに言うけど。いや、だって、書いたんだもん、ランキングで。もう、さだまさしさん、落ち込んで。うん、ほんまにさだまさしさんも今日、幼虫になったりな。知ってるしな。暗黒武術会行ってるんですね。いや、だってさだまさしさんでさ、はい、暗黒武術会でさ、すげえ、ムッキムキのさ、サングラスかけたやつの肩の上乗ってんじゃないの。また、トムロ兄弟、トムロ兄弟の弟みたいでさだ、さださんが。肩に乗ってる。肩に乗って、さだまさしさんが、はぁーって。その音でみんな溶けてくって、ドロロっていう戦い方じゃないの、はい、っていうふうに、愛子さんがおっしゃってる。また。同業者の先輩だからね。そうですよ。行きますよ、はい、さん。ラジオネーム、セハムステキ。古谷一行と、めぐみが、殴り合いの喧嘩に発展し、なんでやろ。顔を晴らしながらも、両者一歩も譲らない中、めぐみが最後の力を振り絞り、渾身の一発を決めようと迫ったが、それを最初から分かっていたかのように、古谷一行がかわし、逆に古谷一行がめぐみに一撃をかまそうとしたところで、古谷一行が言いそうな言葉ランキング。第3位、野田社長によろしくな。第2位、あの世でもオリコン130位だよ。第1位、ドラゴンアーシュ。必殺技みたいに、息子のグループ名を必殺技のように。いやー、素晴らしいですね。これは。すごいです、うん、このシチュエーションやっぱね、容易に想像つきますからね。すごいね。うん、もう、ほんと、仲良くしてください。ね、ほんと、我々はそれしか言えないですよね。喧嘩しないでほしいよね。せっかくの親子なんですから。ラジオネーム、シンガポールティッシュ。つい最近も最高のツアーやってたね、陳さんの前で。俺、これ読んでいいのかなって感じです。いきますよ。はい。ラジオネーム、シンガポールティッシュ。うん。えなりかずきが。うん。アナルに、ナオト・インティライミの上半身を入れられたときに、言いそうな一言ランキング。ね、言いますよ。えなりかずきが、アナルに、ナオト・インティライミの上半身を入れられたときに、言いそうな一言ランキング。第3位。全身入れちゃダメだよ。全身入れちゃダメだよ。第2位。ちょっと、見られたらやばいって。見られるとこのレベルじゃないんだけどね。第1位。半分入ってるから。半分入ってるからもう。半分入ってるからね。第1位。うん。これこれ。欲しかったんだね。これ、俺が求めたらこれですよって。橋田壽賀子先生、こういう本書いてくれないと。すごい。ティラミ兄さんが。ティラミ兄さんが。ティラミ兄さんがね、入っていったんでしょうね。まあ、陽気な方ですからね。陽気やから、アナルに入るの。ね。ほら、陳さん、それ言っちゃいけないって、その単語は俺だけに任しといて。うん、さあ、ということでございましてですね、こんな感じでリスナー考えていろんなランキング募集です。メール、すべて小文字で、fumo@tbs.co.jp、fumou@tbs.co.jp お待ちしております。はい。